活版印刷の仕組み活版印刷は、突版印刷の一種で、活字を並べて文章にした、活版、組版を作り、それに塗料を塗って印刷すること。また、その印刷物、円盤、線画突版、樹脂版などの印刷も含めて言う、活版釣りということもある。史上初めて木版印刷及び活字印刷が行われたのは、中国である。 原存する印刷物で年代が確定している最古のものは、法隆寺等に保管された数面存する日本の仏教経典、百万塔だらにであり、これは、聖徳天皇が発願して770年に完成させたと伝えられている。中国のものでは1900年に、敦煌で発見された経典、金剛藩にゃ原密行がある。中国では9世紀以降、 大量の印刷物が作成された。木版印刷も参照活字自体はかなり早くから発明されていたようだが、活字を並べた組版による印刷では、11世紀、北宋の皇人、室のボルの名が知られる。これは陳活による無形筆談巻18議芸に記されているもので、それによれば、彼は1041年から1048年頃に、二川泥ドロ活字を用いて、 これを行ったという。また、現代の人、大定の農書には、木活技3万4字を作り、これらを彼の設計による、回転活字概念によって並べたこと、それを用いて印刷したことが記されている。現存する、世界最古の活字による、印刷物は、雲州市の白蔵塔から発見された、北宋数年年間印刷の、官無料樹形である。その他、 12世紀半ばから13世紀初頭に聖火で印刷されたとみられる、内モンゴルジ地区のエジンバタから発見された聖火文字による仏典や武士で出土した結末目書説教が現存している。13世紀には、後来にも活字印刷が伝わったらしく、つまびら家庭例文の抜群には、同本が1234年から1241年頃に28部を 中蔵活字により活字印刷したと記されている現物は失われているが、高来期の会場の墓からその頃のものと、おぼしき動活字が見つかっている、朝鮮民主主義人民共和国及び大韓民国のある地区で現存している最古の活字印刷物は、高来末の1377年頃に、清州の高徳寺で印刷された、白雲和尚小六仏祖寺海神説であり、 現存している金属活字による印刷物の中では最古とされる。日本へは13世紀末に活字の技術が伝わり、江戸時代の直前から初期に至って、キリシタン版やサガボンなどの活字を用いた印刷物の増加が見受けられるようになる。ヨーロッパでは1445年頃にヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を発明したとされる。 欧州初の活版印刷書籍は聖書であった。アルファベットは26文字しかないため、漢字文化圏に比べて、活字の数も少なくて済むという利点があった。中国、日本のような漢字文化圏においては、活字の数が膨大なため、活版印刷はあまり定着しなかった。また縦書きの崩し字を活版で印刷するのはかえって手間がかかる。本を再版するには、 再度活字を組まねばならないという事情があった。江戸時代中期以降の日本ではもっぱら木版印刷が盛んになった。江戸時代中期の日本においても、春間和解の観光においては、オランダ語部分のみであったが、活版印刷が行われている。また18世紀までは出版物の部数では、活字を用いない中国や日本の方が、活版印刷が盛んな欧米を上回っている。 江戸幕末期の西洋式活版は、安政3年に、長崎奉行所の西役所で、オランダの機械を用いたのが最初である。安政4年、江戸幕府の洋楽所、番所調べ所において、スタンホープ手引き印刷機を用いた印刷が行われた。万、ま、円元年には、広文書物、ファミリアルメソードが印刷され、文久年間には、法文活字も作られて二十数分の書籍が、反抗された。 洋学書、翻訳書の復刻版、翻訳新聞の三種である。この翻訳新聞が日本最初の活字新聞である。その後、出版部数の増大、死刑の発明により、十九世紀末より日本など漢字文化圏においても活版印刷が普及した。活版の技術は以降改良を加えられながらも五世紀にわたって印刷の中心に続けた。改良といってもそれらは、 活版印刷の原理に直接踏み込むものではなかった。しかし、写真食事と DTP 化がその名脈を途絶えさせた。デジタル製版が可能になり、現在の日本では活版印刷は絶滅に近い。名詞、はがき程度の印刷をやってくれる印刷業者はあるものの、本を一冊分というような会社はほとんどない。日本では21世紀初頭にかけて、 活版印刷所が相次ぎ廃業し、使っていた機械が廃棄された。だが2019年時点でも、手作り感などを求めて、活版印刷を受け負う企業や工房があり、愛好者を交えたイベントが開催されている。活版印刷に使われる、活字日本語の活字は膨大な数になる。活版印刷で書籍を組んでするということは、単に反面を構成する文字を並べるだけでも膨大な、 数の活字が必要になる。これはアルファベットでもそうであるし、日本語や中国語など、自主の多い文字言語においては、より顕著である。また、行間や余白は、社食、d t p においては、文字通り、何もない空間であるが、活版では、インテルやクワタなどの米物によって詰められた、まさに、充満した空間なのであって、それらがまた金属であるゆえに、 その分の重量も半端なものではない。さらに大量印刷のためには、原版刷りではなく、手形を取って複製する設備なども必要であるなどの特徴がある。これは、印刷機そのものよりも手前の工程において、大量の資材と人手を要することを意味する。活版印刷をする際には、まず印刷しようとする原稿と、印刷に必要な活字を用意する。ただし、和文の場合は、 文字が膨大に存在するため、あらかじめ使う活字だけを用意しておく。その後、適切な活字を選択し、インテルなどと共に原稿に従って並べる。組み半ステッキ上に並べていき、数行ごとにゲラに移しながら、万全体を作り上げていく。なお、文字ごとに、大きさの違う数値草以上の活字から、適切なものを選択し、印刷寸法に応じた枠内に適切に配置するには、 高度な訓練が必要である。番全体が組み上がったら、バラバラにならないよう糸で全体を縛る。その後、語色がないか確認するため試し釣りを行い、構成の結果、間違いがなければ、印刷機に取り付けて印刷する。印刷後はインクを落とし、活字ごとに番をバラバラにして片付ける。ありがとうございます。